こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はタイトルホルダー2日目いきましょう。で、結構今日はイズミンさんからですね、絶対にボコる、絶対にボコる、結構いろんな方からアドバイス的なものをいただいて、まずフォアボールはホームラン扱いみたいですね。なので、まあそこは気にせずやっていければいいかなと思います。危な、イズミンさんもパーローだね。僕と一緒だね。作ってる時間なかったんだろうね。ネモイズミンをボコるにしようかな、タイトル。ちょ、ナックルカーブだったのか、今。なんか危ねえ。危ねえとは思ったんだけど。じゃ、やっぱ飛ぶなぁ。球が、風がやばい。ちょ、ほんと、どっちでもいいから早く降板してくれ。打ちにくいや。カットボール、マントル負け。なんか闇を抱えたんでしょうね。コントロールが A のところを見ると技術足んなかったんでしょうね。うわー、おっそ。カーブ1か。これは狙い撃てる。さすがにね。お、いいね、5打席。OK。幸先よし。ネモイズミンを怒る。はい、ありがとうございます。これで YouTuber 対決は完全に僕の勝利だ。はい、次行きましょう。で、試合は6試合みたいですね。41,131 ってすごいね。チームランク凄まじい。この、うわぁ、ストレートか。この方もパワーロボですね。うわぁ、進化、やべぇ。ガチ追い込まれた。オッケー、危ねえ。危な危な、今ちょっと打ち損じたかと思った。いいよ。これちょっと危険だな。第3球を投げた、打ちました。 6打席いけるか。おっしゃ、4本目。5か。通信、通信危険がいっぱいですね。第2球投げた、イエーイ。はい、順調です。さあ、次行きましょう。ガタイレインボーマックス、マックスレインボー、はい。めっちゃ打たれる。攻撃に入ります。それ、まずはこれ打ちにくいな。さあ、次の投球投げた、おっしゃ。やっぱ飛距離違いますね、めっちゃ飛ぶわ。高校チーム追う展開で迎える2回です。投げました。あー、スライダーね。まずは1球見ました。第2球投げました。うお、危ねえ。完全やったかと思った。場外への特大ホ。同点で迎える4回です。今日2打点を挙げています。投げました。おっしゃ。打ったこれは強烈。いった。場外ホームラン。おいっす、ね。高校チーム追加点のチャンスです。今日は3安打。ストレート。打ちました。痛烈。カウンター直撃。綺
気楽に楽しめる。高校チームネイトで迎える7回です。今日5打点を挙げています。縦のスライダーボール。第2球ストレート系狙いでインローへ変化球外れたボール。カウントは2ボールノーストライク。しゃもう1打席来い。カモンもう1打席わー、まあ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 いいでしょう。うん、しっかりと5本で積み重ねできてますね。トンカツさんさすがやな、チーム強い。喉痛い。ああカットボールか、じゃあいいや。まずは1球見ました。投げた。しゃ高校チームここはなんとか追いつきたい。投げた。へい飛んだ。入った入ったホームラン。高校チーム追う展開で迎える4回です。今日4打点を挙げています。おほ危ねえ振りそうなんだ。まずは1球見ました。第2球投げた。低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。オッケー待てばカイロの日和ありってやつですね。はい次。高校チーム大展開で迎える6回です。今日は3安打4打点。多分打てるかもね。第2球変化量これぐらいだったら強烈いった。障害への特段いいね。もう1打席来るかも。展開で迎える8回です。精度を1万点ナックルか。第2球低めナックル高速スライダー。ナックルカーブサークルチェンジスローボールめんどくせえな。投げた。フォアボールでもいいよ。外れてボール。はっきりしたボール球。カウンター3ボールノーストライク。あ打てたな。さあ5球目えよけい。いいですね。ああ回ってきてほしかった。オッケー。ここまでは5本すべていけてますね。お、極意系もらえるんだ。これは嬉しいね。かじり虫さん。すげえんだけど、ヤシめっちゃ強い。SS4 と 5いたかな、今。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。あー、スプリッターか。第2球。投げました。打ちました。早く降板してほしい。高校チーム追う展開で迎える3回です。投げました。しゃこれはいい当たりだ。いったー看板直撃。高校チームあんまり回ってこねえな。高打順になります。投げました。スプリット見送ってストライク。第2球投げました。うわー今絶対ストレートだった。サークルチェンジか。第3球を結構打ちにくい球種で固めてますね。コース低めカウンター2ボール1ストライクです。投げた。危ない球。第5球投げた。しゃ打ったこれは強烈。いった入った入ったホームラン。高校チーム追う展開で迎える6回です。今日は3安打猛打賞。うん、5打席は硬そうだな。まずは1球見ました。第2球投げた。インハイ際どい球ボール。カウント1ボール1ストライク。ああいやー打てばよかった。まずい。投げた。おぶねー今サークルチェンジだったら終わってましたね多分。高校チーム追う展開で迎える8回です。ここまで全打点を叩き出しています。第2球投げた。ツーシームはボール。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。オッケー。うわーやってまた。投げました。ストレートはボール。
カウントは2ボール2ストライク。投げました。よし。回してくれ。回す前に終わるか。うん。回ってくる頃にはきっともう試合に勝ってましたね。オッケー、いいんじゃないですか。とても順調です。で1枚回復して、でラストの試合やりましょう。前回5試合だと思っていて、まあ5試合しかやんなかったので、まあ、今日は6試合やりたいと思います。1回の裏、3点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。投げました。ツーシームはもう、まずは外、ここはよく選びました。投げました。うん、まあスライダーっぽかったですね、完全にコースが。いい緊張感あるな。ツーシームは結構ボン出しますね。まあそんなにボン出してないですけど、今回はボン出しそうだなっていう雰囲気は感じます。やっぱ高校チーム追う展開で迎える5回です。今日2打点、これはいい当たりだ。いったー、入った入った、ホームラン。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。今日は3安打。よし、打った、これは強烈、入れば逆転だ。場外への特大。高校チーム追う展開で迎える8回です。今日7打点を受けています。またツーシームか。第2球、投げた、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。よし、打ちました。回して、打席回して。くそ、あとちょっとだったね。はい、ということで今日は絶好調でしたね。すべて6試合5本30本稼ぎました。なのでこれはなかなかいい結果だったんじゃないかなと思います。で、報酬って何くれるのこれ。結局累計全部やったら天才の入部届とガチャ券、はい、とランキング報酬は SR のガチャ券が単独1だと4枚入るみたいですね。まあ、ちょっと動画のためにもできたら4枚欲しいなという感じではございます。どうなんだろうね。まあ2位でもいいかな。いや1位欲しいな。4万でか。それともこれ単独1位と1位って同率1位ってことかな。ちょっとわかんないですね。うん、なんでまあそんなにすごいものがもらえるって感じではないですけど、まあ本当にもらえるんだったらもらえるもんはもらっときたいなという感じでございますね。ぜひぜひ皆様の結果なんかもコメント欄で教えていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。